セックスでできてんだから世界は。生まれはロシア、育ちは関西、舞台は東京、ピロシキーズです。また一人でやる羽目になりました。アレちゃんは本日はなんかお休みで大阪の実家に帰省をして、お母様と楽しんでらっしゃる様子で、一人で今回は動画を撮らせていただくんやけども、もうまた叩かれること言うかも、いつも通り。だってね、叩かれることをね言わないと動画が伸びない。でも叩かれることを言うと動画が伸びる、でも叩かれるというジレンマの世の中なのよ。でももう今日は言う、またしても私の一方的な思い込みである可能性もあるし、なんかそれが全てだとは言わないけど、私が感じた日本人に対する疑問、このね、20年20何年とか日本で生きてるわけ、育ってるわけ、育っててもなお日本の人なんでそうなんっていうところがちょっとあるから、逆に教えてほしい。ちょっと聞いてもいい？はい。まあ私外国人だと思ってください。完全なる外国人です。あ、簡単です、それは見た感じで、はい、いや、なかなか想像が難しいと思うんだけど、いやいや、私が仮に外国人だった場合にね、はい、日本から来られたんですよね。はい。日本ってどんな国なんですか？日本か、四季が綺麗かな。春夏秋冬って季節があって、それぞれすごく綺麗な季節を楽しめる国で、人がすごく優しい、まあ、もういいわ、もういい、もう分かりました。はい。もうこれなのよ、私が疑問に思ってること。 まさにねこういう状況があったの。だからいろんな国の人で集まって、だからディナー会みたいなのがあったの、まあ、アメリカとかオーストラリアとかロシアの人もおったし、なんかいろんな国の人が来てて、まあ、ってアメリカってどんな国なんですか、ロシアってどんな国なんですかってのを聞いた時に、大体のね国の人は、うん、いや、うちはもうウォッカがないとみんな働かないっすよねとか、なんかうちの国はなんかトランプだバイデンだとか言って、どっちも同じような差別的な考えのもとに動いてる人なのに、なんかそれで分断して何も決まんねえとか、なんかそういうネガティブな冗談も言うわけ、そういった場では、自分の国のね。そんな中でもうまさに日本の方もう同じような回答、四季がうちは綺麗で人が優しいと。あのね、つまんないつまんないの。なんかみんなそんな中で、なんか自分の国のちょっと悪いところをひねって言う中で、日本だけ、もういいやん別に、うちの国はね、なんか朝のさ、車が一個も通ってない田舎の交差点でもみんな真面目に信号待つから、それで学校で遅れるような子もいるぐらい真面目な国なんですよとか言って、無駄、効率面でね、もうみんなが真面目すぎて効率がなんか悪いとか、そういうところを全然言ってもいいと思うの。なんかそしたらちょっと笑いになるのに、それをなんかテレビとかでね見てきた、四季が綺麗はぁって話なのよ、こっちからしたらそんなもんどこの国にも四季ぐらいあるわって思うし、人が優しいっていうのもね、まそうだけど、そうだよ、もちろん日本は素晴らしいんだけども、この空気感の中でそれを言うって、まあ正直どこぞの国のね将軍様がいる国の方のように、なんか外国で自分の国の悪いことを言ったら殺されるとかなのって思うぐらい不思議なわけよ。単純にユーモアがないのか、それとも昔のさ文国の頃みたいにさ、我が国を外国の前でけなすなんてみたいなものなのか、何なの？軍国的なニュアンスではないと思う。いや、俺もそれはないと思う。日本に住んでてそんなことはないなって思うけど、ただね、いろんな外国のね反日勢力みたいなのはね、日本は軍国主義だみたいなこと言って回ってる中でね、そういう情報が入ってくるような中で、日本の方がねいきなり我が国は四季が綺麗でみたいなことをね言うとね、外国の方ってねどう感じるかっていうと、ちょっとやっぱりうってなる時はあると思うのよ。なんで？日本人同士が、例えばサラリーマンの人とかが居酒屋さんとかで話してるの聞いたりすると、政治の悪口とか日本に対する不満とか言ってる、ね、言うよね、うん、もう日本人みんな真面目すぎてどうのこうのとか、働きすぎてもうブラック社会だみたいなとか言ってるんだよね。
なんだろう、外国人の前だとなんか気合が入るのかな。あ、これは外国人の前で悪いこと言って、あれか、家と一緒か、家の中でお父さんとお母さんでもう、うちのお父さんこんな中でこんなんだけどって言って、でも人前に出た時にはなんか家庭内の悪いことは言わないようにしておこうみたいな、そういう感じ。外国人の人たちが自国のそういう自虐的なブラックユーモアみたいなので、うん、まあ掴むみたいなのを知らない、あ、経験がないんかな、やっぱり外国のところに入ってこう話すみたいな経験が、そうだね、うん、いやだからね、なんか日本の方の話はつまらないって言われるわけよ。なんだ、もう一つ思ったのは、もしかしたら何かしらのこれは劣等感的な、昔からさ、やっぱりあの戦争でさ、アメリカ負けてからさ、なんかこういうとこが良くないみたいな、日本は良くないみたいな教育を結構受けてきた歴史もあるわけじゃない、外国人欧米圏に対して劣等感じゃないけど、そういうものの延長線で舐められたくない的なところから弱みを出さないようにしてるとか。確かに言われてみればつまんないね。あとテレビね、テレビでそればっかり言ってるからさ、なんだろう、テレビでさ、日本の四季は綺麗って外国人に言い聞かせてさ、それで外国人がさ、アメイジングみたいな反応をしてるさ、映像を、まあ大げさよ、今のは。今のは大げさ、そこまでのことはないけど、わぁ、ジャパン、it's a beautiful, oh my god! みたいなのを、もう何もでも見せてるやん、でもテレビで。だからそれを外国人に言ったら驚くっていう風に思い込んでる節もあるかもわからんか。まあ何が言いたいってことはないけど、なんか日本人はもっと、全然自信を持っていいわけ。日本という国が悪い国だと思ってる国って本当に少ないというか、ロシアの中でも日本と言ったらもうすごい技術のある国だみたいなイメージもあるし、なんかアニメ漫画とかなんか全然自信を持っていただいて構わないわけ。四季が綺麗なんてのも、ま、漫画とかもそうだけど、なんか日本のいいとこのイメージってもうクソほど広まってるわけ。だからそれをなんか再度再度言わなくてもいいから、もっと気を抜いて外国人と一緒に酒を飲んでくれと。気を入れすぎて気持ちが悪い、以上です。ほんでな、もう一つ危惧してることがあって、はい、これが外交の場でも行われているんじゃないかということよ。外交の場で、まあわかるよ、メディアがいる前とかだったら、我が国は四季が綺麗で我が国のここがこうでありますみたいなことをね言う必要はあるんだけど、そうではない外交の動きがある場所って酒の飲みの場の席でしょ。外交官のカメラのない、誰も見てない、こっそりした、なんならセックスぽよぽよもあるはずの場所で、それは分からんけど、あるのよ、セックスでできてんだから世界は。そこでもこういうくだらない話をしてなめられてるんじゃないかっていうのもある。だからマジで、まあ一般の方はまだいいよ、別に滑ってくれても、外交官ちょっとブラックジョーク頑張れ、もうそれによってなんかあいつらつまんねえし、次に次回誘うのやめようぜみたいななってるよ多分。じゃあロシアの外交官はそんなうまく立ち回れてるの？エリツィン見てみなよ、プーチンよりも前の大統領もう メディアがあろうとなかろうとどほど酔っ払ってさ、アホみたいなことばっかしちゃったよ、こんなんしてたよこんなんやってるよ、楽しいじゃん。なんかね、とにかくでもロシアの外交官は不真面目、あとかつ賄賂大好きだね言えないでしょそれは。言える、言っていいの、もうみんな賄賂だから、ほんとにもうこことここを開けたらロシア人銃持ってると思うけど、賄賂だからね大体。だから楽しくなる、賄賂がある席は楽しいはず。日本だと負けてないかもしれないよ。いや日本の人はね賄賂少ないね、真面目だと思うよ。韓国に負けてんじゃない賄賂が負けてんじゃない賄賂負けてるよ多分、賄賂は。オリンピックの時は頑張ったね、まあ、問題になってたね、いろいろちょっとオリンピックの時はやっぱ頑張ってた、今日このざまよオリンピックもまあとにかく偉そうなこと言ったけど、はい、まあ知らないよ、責任まで何も取らないし、私の一方的な感覚、他の人たちはもしかしたらそんなことないよ、そんな経験はないよって言う人もいるかもしれないし、それは全然たまたま私がそういう人たちと出会ってきたっていう説はあるから、まあ真に受けれないでっていうことと、あとまあ言いたいのは、お見合いじゃないからな、合コンやと思ってって。合コンの席でさ、合コンの自己紹介の時にさ、お見合いみたいなさ
あの私の家庭の母の祖母はこういったところの成り立ちでして、私の方ではこうでみたいな話しないでしょ。そんなことよりもおっぱい大好きとか言ってる方が盛り上がるわけじゃん。俺さ、この間オカマ合コン的なものをやったわけ。オカマ合コン？オカマ合コンみたいなのやったわけ。オカマたちで集まって、初めましてって合コンみたいな感じをするわけよ。はい、楽しいのよ、はい、そこで俺はアナルの拡張について論弁、自分の論を語ったわけ。すごい盛り上がったよ。アナルの話めっちゃ盛り上がる説ある。